今日はコーム、ギンビラ付きのものを作りたいと思います。おちりんの方は、厚紙を3枚ぐらい重ねてあります。それを全体布でくるんでワイヤーを通したものを準備しています。でこちら、染めているのはアルコールマーカーで染めたものを使っていきます。ではご覧ください。2センチの生地です。上から下に頂点合うように下向き三角作ります。輪を持って時計回りにしてもらって右側から全体挟んでまた下向きに折ります。ピンセットをガイドにして折っていただくと綺麗に折り目がつけられるかと思います。で全体に一度に裁ち目にボンドつけていただいてもいいですが、先端にボンドをつけて閉じていただいて、くっついたらまた全体にボンドつけて拭いていきます。じゃあ残りのものも樹脂に拭いていきます。3枚目、4枚目、で7枚目いきます。じゃあ次2段目ですね。この間に同じようにけんつまみで拭いていきます。大きさ変わってもつまみ方、拭き方は同じです。2段目拭き終わりました。次3段目いきます。3段目は重ねのけんつまみつまんでいきます。内側になる生地2回三角に折ります。で別の指に預けておいて外側の生地も三角に2回折ります。先につまんだ内側の生地を外側の生地の上に少しだけ2ミリぐらい、1、2ミリぐらいずらして置いていただいて2枚一緒に半分に折ってきます。はい、じゃあ同じ大きさなので必ず内側の方がちょっとずれちゃいますので、ここを切り落としていただいて先端の方も切り落とします。切り落としてしまい、あと先端の部分も出ているので切ってしまいましょう。でまた先端のところをくっつけるようにしてもらって、であと残りのスペースのところにも同じものを拭いていきましょう。では3段目最後です。で3段目も同じようにピンセットが開く力を使って真ん中が細くなってればちょっと広げてあげる感じでふんわりしてあげると綺麗に仕上がると思います。これであと花芯をつけて出来上がりです。では花芯をつけて乾いたら全部組み上げたいと思います。おちりんはですね、三角に切った厚紙の角を少し落としたものを使っています。上から下に
三角折ってもらって、別の指に挟んでおきます。外側の生地も同じように上から下に三角にして、いつもと同じように時計回りに回転します。この上に最初に折ったものを乗せて、全体挟んでもらってくるっと上下ひっくり返します。でこのまま2枚一緒に丸つまみをつまんでいきます。はい、あと裁ち目のところをカットしていきます。まず先端だけボンドで留めてしまって、先端が止まりましたら裁ち目全体にボンドをつけて一輪に拭いていきます。はい、じゃあ線対称で左右に2枚ずつ拭いて、真ん中に最後1枚乗せていきます。はい、全部拭けましたので、あとボンドで真ん中のところにワイヤーを貼っていって出来上がりです。ではパーツ揃いましたので組み上げていきたいと思います。今日は絹の糸を使って組み上げていきます。では組み上げていきます。中心になるお花に他のものを全部合わせていきたいと思います。最初ボンドつけていただいて、糸を5回ぐらいしっかり巻いておきます。で次のお花合わせて、でしっかり、で巻き終わりは間に挟んでおくと緩んでこないのでいいと思います。じゃあそれ以外の葉っぱですとか、丸いボールのように布でくるんだのアクセントにつけていきたいと思います。少し巻き下ろしていただいて銀ビラをつけていきます。ビラの部分はですね、向きがあるので間違えないようにしましょう。綺麗にゆらゆら揺れる方が表です。ひっくり返すとですね、ちょっとガチャガチャした感じになるので、綺麗にシャラシャラしている方ですね。実際にはこんな風になるんですけども、ここで銀ビラもつけていきます。では端まで糸巻き終わりましたので、ここでボンドつけて切っておきます。ではコームの長さに合わせてワイヤーの方を合わせていきたいと思います。コームの大きさによりますけれども、出来上がりがコームの真ん中に来るようにしたいと思いますので、目分量ですけど、これ起こしてきた時に真ん中に来るように思っていただいて、で端の方はフォームに巻きつけてもらって、真ん中くらい来てればそのままでいいですし、少し長すぎるようでしたら真ん中になるようにここだけカットしておきます。では端ですね、少し長いのでカットしておきます。糸を貼り付けます。組み上げたのを
フォームの上に置いてしっかり巻いていきます。ところどころですね、ボンドで貼り付けるようにしていただくといいと思います。一番最後のところもボンドをつけて両端を留めてください。コームの方ですねを動かしてもらって、整えてもらって出来上がりです。振袖にも使っていただけると思います。今日もお越しいただき誠にありがとうございました。今日の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントも書いていただけるととても励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。丁寧な和暮らしでした。